恋の種まきから始めてみたら、そのもみあげ決まってますね。バカにしてる。私なんてまだまだ。なるみゆうと申します。今日からお世話になります。22歳。わっか、冷静になれ。私今度は2人でご飯ダメですか？うん、一緒に帰りません？よっさ、恋の種まかれたかも。ヨーバちゃんですよ。お姉さん、よし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 、ヨーネちゃんだよ。よしよしよし。目元はそんなにかな。美人さんになるよ。よかったね。はい、どうぞ。いただきます。うわー、かわいい。私も欲しいな、孫。孫欲しい。孫くれくれ病なの。自分で産めば。で、どうなの最近は。実は、ヨウさん、なんもない。いや嘘だ。今誰か思ったでしょ。思ってたよね。絶対思ってたよね。そうなの？誰かいるの？いません。本当なんもないですから。ない。まったく、もうこの子いつになったらね。でも要は仕事頑張ってるし、自分の力で稼いでるから、無理に焦って結婚しなくてもいいじゃん。ダイアナの商品開発部の主任さんなんだよ。羨ましいな。いやいや、そんなことないよ。残り少ないと聞くとやっぱり焦ってしまう。でも冷静に考えると本当にそれが欲しいの。大丈夫？ああ、危なかった。大丈夫ですか？大丈夫、ありがとう。あとは僕がやります。主任は休んでいてください。全然平気だから。でも休んでいてください。
ありがとう。お客様、少々お待ちください。大変失礼しました。頼まれてた企画書です。おお、もうできたの。はい。いや、助かるわ。お願いします。ありがとう。石田さん、携帯鳴ってます。お。はい、芹沢辞書の石田です。今週末の合コンのメンツどうすんの？うん、合コン、はい、まだ決まってないよ。え、うるさい。前も声かけられ。はい。ああ、自転車も。ええ、申し訳ありません。すぐに会場に伺います。失礼いたします。クレーンさん、トラブルです。ああ、今やってる秋のグルメフェスで騒音のクレームが多数来てる。それに違法駐輪が溢れて道を塞いでるそうなの。さっき現場に行ってくる。なら私も一緒に。大丈夫だよ、ありがとう。丸川さん、富田林さん、蓮さん、こんなに忙しいのに今合コンの話なの？合コンもいいけど、バレンタインフェアの企画書頼むぞ。マキちゃんビル A に行って昨日の平面と断面もらってきて。はい。あとイメージパーツも。はい。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。よし、やるぞ。よし、バリバリ働こう。はい。よし、お疲れ様です。まだお仕事ですか？うん、明日役所に持っていく資料作り。昼間バタバタだったから。ああいうのもタウンマネジメントのお仕事なんですね。そう、建物、町に関する全てが俺らの仕事。何か私にお手伝いできることありますか？え、ああ、そうだな。いや、大丈夫。ありがとう。そうですよね。すみません。うん。よかったらこれどうぞ。あんまり無理しないでくださいね。ありがとう。お礼なんていりません。これは少しずつ好きにさせる作戦ですから。お疲れ様。お疲れ様です。僕なんか飲み物買ってきます。いつものでいいですか？ありがとう。あ、あのさ、ミルク豆乳に変えてもらってもいい？わかりました。豆乳お好きなんですか？別に好きってわけじゃないんだけど、ちょっと健康的に。了解です。豆乳。じゃあ好きな食べ物は？ん？たこ焼き？
意外かわいい。いや、そんなことまでメモらなくていいのに。聞き漏らしたくないので。これからもっといろんなことを教えてくださいね。行ってまいります。行ってらっしゃい。ねえ、それは上司として、それとも女として？遅くなってすいません。ありがとう。どうぞ。ありがとう。これよかったら履いてください。楽になるはずです。わざわざ買ってきてくれたの、いいのに。安物なので気にしないでください。失礼します。バカ、何考えてんのよ。彼は単なるアシスタント、アシスタントの仕事をしているだけ。彼は単に楽になりました。うん、ありがとう。困った時はいつでも僕を呼んでください。彼は、うん、冷めないうちに飲みましょう。本当に単なるアシスタントなの？やっぱり私はこの人が欲しいかも。ありがとう。一緒に少しいいですか？渋谷店の1週間の売れ行きから、このペースだとストレッチブーツ今月中に100足ほど売れそうなんですが。あ、そうね。横浜店ならまだ在庫結構ありそうだから、あと20足ほど取り寄せるといいかも。はい、横浜店には電話で確認済みで、あと50足ほどあると今朝言っていました。ありがとう。じゃあ全店舗のデータ昼までにまとめといてくれる？それなら午前中まとめておきました。あ、本当だ、すごい。あ、完璧。なるみくん仕事早いね。いや、主任のやり方を真似ただけです。いやいやいや、こんな短期間で仕事覚えるのなんて優秀だよ。あ、じゃあ私常務に春夏の企画書を持ってくね。僕も一緒に行きます。でね、セールの後足がパンパンで、でヒールを脱いでマッサージしてたの。そしたら彼が急に入ってきて、どうしたと思う？そう、わざわざサンダルを買ってきて履かしてくれたの。もうそんな人いる？いや、一見強引に見えるんだけど、でも彼がするとそうじゃないんだよね。なんていうか、ピタッとハマるっていうか。とにかく彼は日本酒なの。日本酒？うん、スーッと体に浸透していく感じ。わかる？まだ飲んでもないのに酔ってるってことは分かった。その年下男に酔ってる。冷静になって考えると、やっぱり結婚したいのかどうかよく分かんないんだよね。蓮と勢いで駆けしたけど、まあ結婚は勢いって言うからな。冷静になったらできないんだろうな。いらっしゃい。すいません、はい、生とハイボールください。はい、生とハイボールね。こないだ様にも、自分で稼いでるんだから結婚しなくていいじゃんって言われたんだよ。それ聞いてからなんかずっとモヤモヤして。何が？靴が好きでダイアナに入ったけど、このままでいいのかなって漠然と不安があって。わかる、俺もだよ。でも、うん、アラサーになるとさ、年取ってるわけじゃないんだけど若くもない。なのに人生の一大事がまとめてくるよね。結婚、出産、仕事への責任とか。ああ、一気に。みんなどんどん未来を選んで進めてってるのに、私は何も選んでない。
結局現状維持のまま。はい、お待たせ。ありがとうございます。でも裏を返せば今の生活を自分で選んでるってことだろ。でも多分築き上げてきたものを失うのが怖くて一歩も踏み出せないだけなのかも。失うのが怖いか。お疲れ。お疲れ。あー、おいしい。あのさ、俺たち出たら？もしもし。え？資料？ああ、ほんとだ、忘れてる。明日の会議の資料。例の連さん？あ、いや、わざわざ届けてくれなくても。呼んだら？ダメ？いいけど3日前ぐらい。お疲れ様です。ごめんね。いいよ。これが明日の資料です。ありがとうございます。はじめまして、河野真希です。あ、はじめまして、見たらいいようです。お会いできて嬉しいです。いつも蓮さんから仲良しのお友達がいるって聞いてたので。あ、じゃあ私はこれで。あ、河野さん、よかったらご飯食べてかない？え、いいんですか？私がジャッジしてあげる。うん、いいよ。はい、好きなもの頼んで。やったー、ちょうどお腹ペコペコだったんです。ほんと？よかった。あの、質問いいですか？何？蓮さんと御手洗さんはどこで知り合ったんですか？高校。まあ高校の時は仲良くなかったんだけどね。大学も一緒だし腐れんだよな俺ら。お待たせ。美味しい菓子折れだよ。ありがとうございます。じゃあ乾杯しよっか。乾杯。乾杯。運命感じませんか？前世で鶏だった俺をフライドチキンにされる前に救ってくれたんだ。だから現世で恩返しをしてるってわけだろ。そうそう、コケコケうるさく命乞いしてきたから逃がしてあげたの。コケコケコケ、ほら言ってみ。コケ。あ、あれ。私これ食べたい、激辛スパイシーチキン。私辛いの好きで。あ、ごめんなさい、チキンって前世の蓮さんですよね。あ、いや、そうじゃない、そうじゃない。いいと思うよ、ちょうど刺激あるの欲してたとこだし。上さん、今こっち開いたんで。あ、あった。あ、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、今片付けますね。すいません。じゃあ、どうしようか。激辛スパイシーチキンです。あ、美味しそう、いただきます。美味しい。辛っ。あれ、レンは食べないの？食べるよ。二人はいつもこうやってご飯食べるんですか？まあ時間があれば。気使わなくていいし。どうして付き合わないんですか？いや、なんでって。友達だからかな。友達から恋に発展することだってありません？私たちはなかった。私が彼氏いる時は蓮はフリー、私が失恋した時はいつも蓮彼女いたし。じゃあお互いフリーだったら付き合うってことですか？
それはない。なんかサークルも一緒だったけど、そういうのはまるでなし。サークルも一緒だったんですか？うん、キャンプサークル。キャンプか、私もキャンプ行ってみたいな。いいな、ヨンさん、レンさんのこといろいろ知ってたら。もっと他にも教えてください。あそうだね。あ、刹那ボーイズって知ってる？今ブレイクしてる。ああ、あのロックバンドですよね。うん、あれね。私あの人たちあんまり好きじゃないんですよね。なんかめめしくて。いや、ごめんなさい、なんか嫌なこと言いました？いや別に。師匠。師匠。はい、師匠、私にレンさんのトリセツ教えてもらえませんか？トリセツって特にないけど、あでも強いて言えば辛いものが死ぬほど苦手なのと、学生時代刹那ボーイズのメンバーだったってことかな。ごめんなさい。いや別にいいよ、知らなかっただけだし気にしないで。ごめんなさい。いいって。これは気をつけますね。うん。ちょっと失礼。あ、ごめんね。あ、すいません。本当にごめんなさい。大丈夫だから。からかった。もう何なの？人前で肩にもたれかかっちゃってくね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 しちゃってさ。それにあのこびた笑顔、顔面の筋肉発達しすぎ、年々女の趣味悪くなってんじゃない？レンのやつ。やきもち？そんなんじゃない。じゃあなんで怒ってるの？結局あいつも他の男たちと一緒なのかと思って。若くて可愛ければそれでいいわけ？困った時はいつでも僕を呼んでください。ごちそうさまでした。うん、なんか楽しくて結構酔っ払っちゃいました。マキちゃんを送ってからその後送るよ。お構いなく、マキちゃんだけは送ってあげて。いや方向同じだし。いいの、迎えが来るの。え？あ、来た。ごめんヨンさん、待った？うん、うん、あこちら友人の石田蓮くんと河野マキさん、そしてこちらは鳴海優くん。はじめまして。じゃあ食べ過ぎちゃったからお散歩して帰ろうかな。じゃあ2人はタクシー乗って。じゃあね。分かった。今度よかったら飯でも。ぜひ。失礼します。何食べたんですか？ん、何だ。この人師匠の彼氏ですかね？え、ああ、師匠さん彼氏いたんだ、よかった。危ないよ。ごめんね、こんな夜に呼び出しちゃって。謝らないでください。前に言いましたよね、困った時はいつでも僕を呼んでくださいって。あ、石田蓮とは違うから、ただの友達で、私とあいつは。何焦ってるんですか？いや、焦ってない焦ってない、ただ私は。分かった、じゃあこの話はこれでおしまい。あ、そうだ、タクシーで来たよね、いくらだった？僕に対して失礼だと思います。
これが仕事だとでも。正直聞きたかったんだけど、あなたはいつもこんな風に上司に従うの？ダメですか？いや、ダメじゃないけど。払われたら傷つくな。物がないか調べてみて。どう？あ、大丈夫そうです。そっか。じゃあ俺は帰るから。ちゃんと鍵閉めて。帰っちゃうの？寝ちゃいました。いや、こんなシチュエーションでそうそう眠れない。じゃあ家に行きますか？いや、動くの面倒だから。私のこと嫌いですか？嫌いじゃないよ。じゃあどうして拒否するんですか？拒否はしてない。してください。試しでもいいですから。お試し？通販の化粧品みたいに、最初はお試しで、気に入ったらそのまま続けてって。レンさんにもデメリットないはずです。生前食わぬは男の恥なのか。こんな時どうすればいい？見たらいいよ。出ないで。深夜の電話だからきっと緊急事態だ。ずいぶん余裕ね。余裕って？すぐにでも電話かけて、あの子について私に感想を聞きたいんじゃないの？ああ、どうだった？まあ悪くはないと思う。自分の魅力を分かってて、若さを最大限に謳歌してた。私とは真逆。そっか。で、それは褒め言葉。さあ。で、どうすんの？どうすんのって。
お試しで付き合いませんかって言われた。いいご身分ね、蓮さん。モテ自慢のつもり？違う。悩んでるからこうやって相談してるんだ。よう。俺、実は。寒くないよ。誰かいるの？いや、その、マキちゃん家にいる。迷ってるって言いながらのこのこ家に行ってんの？違う、それはマキちゃん家に強盗。はいはい。どうせ男は下半身と頭が別の生き物ですよ。お邪魔してすみませんでした。続きをごゆっくり。おい、誤解すんな。どうしてそんなにイライラしてるの？石田蓮に大きく遅れを取ったから。ごめんね。あの、さっきの話なんですけど、お試しでもダメですか？わかった。でも今日は帰るよ。はい。飲み物、エスプレッソダブルのカフェラテのホットグランデでよかったですか？これが仕事だとでも？払われたら傷つくな。おはようございます。ごめん、ちょっといい？はい。おはよう。ね、もともと青江さんにお願いしてたんだけど、17歳でもないのに少女の夢語ったデザインに口出したり、で常務に気に入られてくれて、あれはないわ。お子さんインフルエンザになっちゃったんだって。でしばらくお休みが欲しいと連絡があって、代わりにお願いできないかなと思って。わかりました。明日の出張できるように調整してみます。 ありがとう、助かる。おはようございます。さすが見たら一緒に頼りになります。あれじゃない、一人で大変だったらあのなるみくんね。そうよ、そうそう、二人で手羽先でも食べて。おはよう。じゃあよろしくね。ありがとう。はい。急だね、出張 OK したんだ。仕方ないですよ。わあ、ママが大変なのもわかるけどさ、しわ寄せっていつも私たち独身のところに回ってくるじゃない。当たり前だと思ってほしくないよね。そうですよね。おはようございます。おはよう主任。明日の私の送別会来てくださいね。
あーごめん、名古屋出張入っちゃった。ごめんごめんごめん。名古屋に負けたんですか？名古屋をバカにしないでよ。してないですけど、ごめんって。雨。一緒に帰りませんか？あ、いいいい、コンビニで傘買うから。そんな。あー、いたー。高井さん。よ、送っていこうか？いや、本当に大丈夫？遠慮しないでください、行きましょう。いや、いいから。あ、本当、全然大丈夫だから。いいから、お前、車ないだろ。本当に全然大丈夫だから。いいからいいから、早く。結構やった。どうぞ。あ、じゃあお疲れ様でした。おめでとう。どうぞ。ありがとう。よかったです、間に合って。あ、それと今日の朝バタバタしちゃってカフェラテ買ってこられずすみませんでした。あ、全然大丈夫だよ。じゃあ僕まだ仕事があるので戻ります。あ、ねえ、あのさ、明日一泊二日で名古屋出張に行くことになった。急で悪いんだけど、ホテルと新幹線を予約して朝10時前には名古屋に到着したい。もちろん奈々美くんも一緒に。了解です。濡れちゃいますよ。ごめん。じゃあ撮ります。試しで付き合いませんかって言われた。負けてたまるか。なんでこの子とこの子を隣同士に置くのかな。どういう基準で分けてるんですか？エレガンスシリーズの中にカジュアルがあったらその子たちの良さを消しちゃうでしょ。カテゴリー別に置くのが鉄則だから。はい。何十足も試着して写真撮っとると思っとったらしれっと帰ってったんだよ。何それ、 SNS にアップするんじゃない。ドライアムで欲しいわ。ねえ、何ですか？この商品全店舗で売れ筋なのに、どうしてこの店舗で1週間動きがないと思う？わかりません。これ全部渋谷に送り返す手配。はい。なぜ売れないのか、あなたたちがわからないのなら売り方はわかってる人のところで売ります。お客様が時間をかけて数十足も試着したのは嫌がらせのためなんかじゃない。真剣に自分にぴったりの靴を探していただけ。お客様の文句を言う暇があったら自分の接客を振り返って反省しなさい。
本当においしい。なんか今日は思わず見とれちゃいました。え？店員さんを指導してる時の横顔すごく綺麗だなって。ちょっと大丈夫ですか？あ、大丈夫。いや、築き上げてきたものを失うのが怖くて頑張ってるだけよ。ただ変化を恐れてるだけ。僕も失うのは怖いです、変化も。でも失うのが怖いから手に入れないとか変わらないとか、そういう空っぽな人生は嫌です。ねえ、なるみくん、私のことどう思ってるの？手に入れたいの？電話出たら？大丈夫です。なんでもないやつなんで。今日朝早かったし、じゃあささっと食べて早く帰ろうかね。終わりですか？ん？食べましょう。ゆっくり歩きませんか？え？こんなに楽しいのに今夜をすぐに終わらせるのはもったいなくて。もう一杯だけ飲みません？後で部屋に行ってもいいですか？うん、ごめん、もう戻らないと、上司が待ってるから。うん、大事な仕事の最中で今が頑張り時なんだ。大丈夫、上司に信用されてるし、ちゃんと正社員になれると思う。うん、愛してるよ。はい。あ、めいちゃんいい子にしてる？うん、いい子いい子。あの、パパね、明日帰るからね。うん、大好きだよ。おやすみ。はい。
仕事の最中って。パパってどういうこと？寄っていきませんか？ああごめん。もしもし。いいね。どうした？こんな最悪な夜に結局私は一人。私たちは成立してる。何が？男と女の友情。それは陽が俺のことを男として見てないから。会えないかな。陽さん、僕今日泊まっていきますか？泣くなって。あいつが女だったらよかったのに。